この時間は投資信託のコーナーになります。本日のゲスト、キャピタルアセットマネジメント運用本部副本部長、本庄正人さんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。今日お話頂戴するのが世界ツーリズム株式ファンド、愛称世界の旅。また旬がやってきたという印象なんですけど。おっしゃる通りですね。そうですよね、はいはい、というところでいろいろお話を伺っていきたいと思いますが、はい、まずは、ファンドのポートフォリオの状況からお話頂戴できますか。はい、市場の環境ということで簡単に申し上げますと、今年に入ってからそれまで懸念されておりましたインフレ圧力、はい、これがやや低下するんではないかなということで、投資家のセンチメントが改善しまして、はい、株式の市場も1月は戻しました。2月は残念ながらそれがまたちょっと調整に入っているかなという動きだと思います。はい、それから私どもが投資しております旅行関連企業の株価も戻っておりまして、はい、マーケットを大きく上回るリターンを達成しています。アメリカや欧州における旅行関連の需要はコロナが始まる2019年の水準に戻ったようです。はい、また中国においても当初の予想よりも早く規制緩和が始まりまして、今後は本格的な回復が期待できようと思っております。中国の水際対策、国内のなんかも緩和されてきたというところですね。そうですね、今日からですね。そうですよね、はい、で、ポートフォリオとか世界ツーリズム株式ファンド運用はどんな状況だったでしょうか。もちろんコロナの影響でドンと下がったところもあったんですけども、その後は戻してきてますね。そうですね、昨年の8月に別のものがお邪魔してご説明申し上げたことがあったかと思うんですが、はい、やはりコロナの直後ですね、2000年の第一四半期、この頃は基準価格が5000円を割れた時もありました。はい、足元ではですね、ここの表に書いてございます通り、1月末で1万とびとび56円、はい、昨日の基準価格は1万443円ということで、大きく戻しております。それから昨年の2月ですね、ウクライナにロシアが侵攻したというイベントもありましたが、はい、旅行あるいはそのツーリズムということに関してはあまり大きな影響はなかったように思います。はい、でしたがって、収益的にはですね、真ん中の表をご覧いただきたいんですけれども、1ヶ月3ヶ月半年1年、設定来どの期間をとってもプラスのリターンを達成することができています。はい、そして、2022年、昨年第4四半期からの比較ということはどうなんでしょうか。はい、この赤い線で示しましたのがいわゆる参照ベンチマークとして使われております MSCI のワールドなんですが、はい、それに対しまして、青い線で示したのが、旅行ファンドです。はい、32.5% のリターン、昨年の第4四半期以降上げております。一方で世界株式は 5.3% ということで、このセクターないしはテーマが景気回復を受けて大きくマーケットから評価されたということがお分かりいただけるかと思います。組み入れはどんな感じですか。そうですね、前回ご説明させていただいた時と、実はあまり変わっておりませんで、はい、セクター別で見ますとこのグラフの左側ですが、ホテル、リゾート、クルーズ船、あるいは空運、空港サービス、専門店、こういったセクターが主なものを示しています。はい、それから通貨構成で言いますとユーロとドルがちょうど3分の1ずつ程度ですね。でその他の市場にも分散して投資しております。はい、あくまでも個別銘柄重視ストックピッキングで、ポートフォリオを組んでおりまして、組み入れている銘柄は今申し上げましたホテルですとか、デューフリーというのはデューティーフリーの専門店を営んでいるスイスの会社です。それからウィズエア、これはロンドンの上場になりますが、いわゆるディスカウント航空会社であります。はい、あとカーニバル、これはクルーズラインの会社ですね。こういったことで、旅行業全体のユニバースの中から収益力が強くてかつ割安なものを、はい、個別に銘柄ピックした結果がこちらの10番目までの組入れ、銘柄になっております。はい、そしてツーリズム産業全体についてお話しいただくとどんな感じでしょうか。はい、
このページちょっと英語で恐縮なんですけれども、2019年から21年、各都市のですね、旅行支出の状況とそれから雇用の状況を示しています。はい、上段が2019年で、旅行支出が GDP に占める割合、これが 10.3% でした。はい、それからその前の年に比べてどれぐらいの伸びがあったかという数値が 4.7% です。はい、で、したがって、まあ、こちらの数字がおそらく、まあ、コロナというのはいわば異常な事態ですから、平常時の景気が続いている間はおそらく1割ぐらいがですね、なるほど、旅行支出に向けられる、はい、GDP と連動しながら、旅行にかけられているお金だと思います。はい、それから2019年の雇用という面で見ますと、10人に1人が旅行関連の仕事についていると。はい、まあ、運輸業ですとかホテルですとか小売ですとかさまざまなセクターに分散しておりますので、インパクトが非常に大きい産業ではないかと思います。はい、2020年はコロナの影響で全体もダウンして、GDP に占める割合もダウンしました。2021年からが回復の年になっております。はいはい、そして地域別ですね。はい、地域別に見た旅行支出ということですが、世界地図が真ん中にございます。で、左側が北米南米ですが、北米の例で見ますと、まあ、旅行に一体いくらのお金がかけているのかということで、1528ビリオンドルということです。はい、それが GDP に占める割合としてどれぐらいだったのかというのは 22.3% の比率で、失礼しました、これ前年、同期比ですね、 22.3% の伸びを示しています。はい、それから GDP に占める割合は左側の囲みの中の小さいあの円グラフになりますが 5.8%、はい、まあ、こういった図になっております。あとは観光到着者数、やっぱり20年に落ちて昨年大きく盛り直した。そうですね。はい、これはあのいわゆるインバウンドを世界的に集計したものです。国連世界観光機関という団体がありまして、そちらの集計になりますけれども、22年に、まあ、コロナの影響を出して大きく伸ばしたということがお分かりいただけるかなと思います。はい、そして、回復状況。はい、こちらはですね、あの青い点線で示したのがフランス、はい、それからオレンジ色の点線がスペインなんですが、実はこの2カ国がですね、旅行の到着という意味では世界の1、2位なんですね。はい、それぞれ9000万人台インバウンドがあります。それでオレンジ色のスペインの例を見ていただきたいんですけれども、2019年のとの対比で見ますと、まあ、7% ショートしているだけということで 93% の回復を見たということです。はい、世界的にはですね、まあ、中国が閉鎖されていたということで、アジアの観光客の方の数がなかなか戻りませんで、まあ、7割方戻したところで、まあ、2019年の水準にはあと3割ぐらいの増加が必要であろう。はい、まあ、逆に言えばまだそれだけアローワンスあるということですよね。そうですね。はいはい、そして、国際観光収入は世界の GDP を上回る成長していると。そうですね、あのこのオレンジ色が GDP の伸び率、それから青いグラフが観光業の支出の伸び率なんですけれども、2019年のところで観光業のグラフがちょっととどまっておりますが、世界全体の GDP の伸びと比べると70ポイントぐらい開きがあります。はい、でしたがって、そうですね、2009年リーマンショックが終わったあたりからどんどん旅行にかけるお金の支出、これが増えていったというふうに思われます。でその背景はいろいろあると思うんですが、まず一番目が中間層の増加。そうですね、あのこのページの左側上段は人口の伸びですが、約6年ごとにですね、10億人増えるという推定が成り立っています。それから中間層が伸びていくということでは、このページの左側なんですが、まあ、10億人ずつ人口が伸びるうち、その8割ぐらいが中間層になります。はい、で加えて、ページの右側なんですけれども、
88% はアジアの中からこういった中間層の方たちが生まれていくという推定があります。はい、2つ目がミレニアル世代の台頭。そうですね。はい、ミレニアルというのはいろんな定義が実はあるんですけれども、ここでは2016年の時点で18歳から35歳までの方たちで、ここの人口の塊が、非常に大きくてですね、はい、経済に対するインパクトが大きいと言われています。でこういった方たちに、Airbnb という民泊のアレンジする会社がありますが、そこがアンケートを行った結果を示しています。はい、でどういったことにお金を使いたいか、どういったことにお金を貯蓄をしているのかということを、何の目的で貯蓄をしているのかということを2つ聞いています。でいずれにしてもですね、旅行が例えば自宅の購入ですとか車の購入、借入金の返済に比べますと、かなり差を持って優先順位が高いということが言えると思います。あとは3つ目は、失業率低いよねって、そりゃそうですよねと。そうですね。いうところなんですけど、今後の投資方針と注目銘柄っていうことで見るとどうでしょう。そうですね、銘柄、先ほど申し上げましたようにあくまでも個別銘柄の選択で、リターンを取っていくという方針でございまして、例えばここに載せたロイヤルカリビアンクルーズという銘柄、あるいはウィズエア、メリアホテルということですが、いずれも急速に業績は回復しつつありまして、株価も回復しておりますが、まだまだ7合目8合目ぐらいかなという気がしています。はい、それぞれ特徴のある、コストコントロールに優れた収益力が強い会社だと思います。今後の投資方針ご説明いただけますか。はい、アメリカとかですね、欧州については旅行関係への需要というのは昨年のバカンスのシーズンでだいたい2019年の水準に戻ったようです。中国においてもですね、当初の予想よりも早く規制緩和が始まって、今後は本格的な回復が期待できます。ご存知の通り中国の方の支出というのが世界中で一番ですので、これから本格的な中国の方のアウトバウンドが始まろうというところは非常に期待が持てます。それからコロナ禍があって物への消費が中心でしたけれども、現在はやはり旅行を含むサービスあるいは事柄に対する消費、これが消費者の恩恵を受けるセクターであろうというふうに思っております。物からことへってことですよね。そうですね。ということでいろいろお話を伺いました。本庄さんありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございます。ご興味ありましたら松井証券のホームページ等々で資料をご覧いただいてご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。